岐県付近清涼橋は中華人民、共和国古北省の長江本流にある峡谷。九東京、布京と並び、三峡を構成する。三峡の最下流にあたり、長さは 66km と三峡で最長。清涼橋の名は、清涼山から取られている。西は、湖北省、岐県の高谷口から、東は、儀章市の南津関までの範囲であり、急峻な沿岸には、人家は、 ほとんど見られず、高校に危険なほどの急流と両岸に並ぶ険しい、祈願の山々で知られた。苦東郷の、遊不教の、州に対し、清涼教は、木とされている。清涼教の中でも著名な部分には、波水教、平所封剣教、米倉教、鎮山教、白六教、牛肝馬廃教、木牛教、明かり影教などがある。特に北岸の平所方剣郷、 牛肝馬廃峡や南岸の明かり影峡は有名。波東圏で不況を出た長井は、東西に伸びる、富山山脈などの終極山脈から離れ、今度は、湖北省西端で南北に走る山脈を迂回しながら、次々に貫いて東西へ流れる。波東圏の勘渡し口からは、う谷広四国、西梁橋上段峡国、病、南広四国、 西梁峡下段峡谷と四つの部分に分かれる。西の上段峡谷には、平所方圏峡、牛肝馬灰峡谷、峡などが、下段峡谷では、気牛峡、明か影峡がある。南続きを出ると、長江は、偽証市街に入り、以後は、川幅も広く流れも、緩やかになり、湖北省の中石平野へと入ってゆく。かつては高校の難所であり、 急流の下にある暗礁にぶつかって沈んだ船も多く、沿岸には白骨塔という異例のための塔も作られている。しかし1988年に偽証市街のすぐ上流に崩すダムが完成した後、清涼橋の下流部分の流れは緩やかになり、航行は容易になった。さらに、清涼橋の半ばの山中に開けた、丘流地帯、三途壺に、長江最大のダムである。 三峡ダムが建設され、周囲は大きく、様相を変えている。三と坪とは、一個の家が三との米を元手に旅人に、食事と宿を提供する店を開いていたとの、言い伝えから来た地名だが、この地に、幅2309メートルのダムと発電所が、完成している。船はこのダムを迂回するように気づかれた肛門を通る。ありがとうございます。